するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。難易曲開始です。皆さん手配を開けてください。さあ、ついに難入しました。シャーチャドラはいいピンです。全然上がらないですね。全然ね、このトンバでは、テンパイ量はあったんですけどね。そうなんですよね。上がりまでは結びつきませんでした。まあ、僕結構トンバの目標としてはいつも、まあ、リードしておくことが結構目標としてやってるんですよね。あとはナンバーは結構曲回しだったりすることが、はい、やっぱりナンバー有利なことが多いので、うんうん、で、まあ、一応リードはしてるんですけど、まあ、一応2着目って形でね。この点差ってどうですか？意識します？ですね、あんまり、まあ、これルールによって変わるんですけど、はい、まあ、今回は下見ないですね。まだかなり上を見て、それこそもうこの今ラス目の親だから蹴りに行かなきゃとか思うことは全くないです。おー、なので、まあ、自分の手次第ですけどね、はい、まあ、この手です。今来ました。うん、この手はですね、十分羽満を狙える手だと思ってます、ね、羽満ちょっと手役いいですか？そうそう、面ピンツモ三色裏羽満ですね。そう、まあ1、2、3になるかもしれないですね。まあ2差しの3色が結構メインかなと思ってて。そうです、見えますね。うん、もしかしたら面単品3色とかになるかもしれないんで、まあそうなった時に、まあこれね、もう仕掛けることが僕ほとんどないですね。これ先手、さっきの言った通り局をこれでラスを確定させようとか、まああとはこの2万、この1万2000点差をあと4局でまくるだけだと思ってるんで、うん、親も1回残ってるんで結構大振りに行きます僕は。おー、なので何から打ち出すんですか？僕は一番泣かれたくないこれダブナンから僕は行っちゃおうかなと思います。なるほど、誰かのリャンハン、誰かのリャンハン、まあ、次にトーンかなって思ってますね。うんうん、今回は皆さん自敗からの打ち出しとなりました。はい、まあ、ここはね、僕もぶつけて思い切り、もう急走も切っちゃいたぐらいですけど、もう急走アンコになったこともあるんで、はい、まあ、とりあえず普通に進めてって、まあ、これもね、ローワン、ハーワンにくっついた。うん、これでね、釣り親の役配になるトーンからいっちゃおうかなと思います。なるほど。うん、まあ、あとはね、相手のスピード感とやばそうな度合いによりますね。うんうん、今回は自然ですね、皆さん今のところ自然。まあ、それもあるんですよね。やっぱここも多分ちょっと大きな手上がらないときついなって思ってるだろうし、うんうん、まあトップ目の3万8000点のペーチャだけはちょっとサクッと上がれて、でもやっぱりここで親に報酬とかきついんで、うん、まあ、ちょっと安全度を買いながら進めていく進行になるかなと思ってますね。で、ここウーピン、これはもうまた差し子も今度は見てきたんで、はい、もうこれ目いっぱいいきます。もうすべて自敗を処理するんですね。うん、やっぱその安全度のスリムに構えるっていうのはやっぱ自分のその上がれる高い可能性を消してまですることじゃないと思ってるんで、はい、まあ、なのでここは今サブローソンもウーピンもリャンピンも切ってしまうと高い可能性はなくなってしまう。急走がアンコになっても2差しの3色とかあるかもしれないんで大きなロスですよね。うん、それでして何トン発もそこまですごい安全牌ってわけじゃないんで、ね、確かに今回はまっすぐ行きます。 E1 ちょっと見てた下の3色も、うん、これね、ね、僕はまあ1、2、3もまだ見えるんで、ここで僕はまあドラが E ピンってことなんで、ここはね、僕ウーピンって言いたいと思います。おー、うん、これね、ちょっと単ヤオの可能性もちょっとなりにくくなってきて、まあドラマ E ピン使った時はもちろん単ヤオにならないんで、はい、うんうん、まあリャンマン入った時とかにウーアンとチーワンの受けを残して、まあ下の3色狙ったりとか急走外すのも全然あるし、まあパーピンも持ってるんでね、うん、一応スーピンはカバーできるってことで、今3、4、5の3色だけ消えたんですね。そうですね、うん、1、2、3と、まあリーチドラ1も全然ありますよ。ここで今急走手出し入って、はい、急走は一応1枚入れなんで、まあ、急走落とそうかなとか考えながら、親はチーピンの手出し、チーピン手出しですね。まあ、ここで重要なのは、まあ、重要ってことじゃないんですけど、9ピンが今自分の目から2枚見えてますよね。チーピン来た人からすると、はい、そうですね、まあ、778から6、9ピンのターツを固定するのかなとか思いますね。778、うん、そう、9ピン2枚切れて一応狙い目の9ピンがもう2枚でちょっと薄くなってるわけじゃないですか。なんで、まあ、チチパから7切って6、9ピン固定するのかなと思って、ちょっと6、9ピンはちょっと安全かも
みたいに。あー、なるほど。ちょっとだけね、ここは。それ以外あんまわかんないですけど、それでもありますけど、全然ロッキーピー。他が愚形だったりしたら、カンちゃん、ペンちゃんとか残ってたら、チチパから切ることもあるけど、まあ、ほんのちょっとのエッセンスで。エッセンス、そう。キューピンが。お菓子作りみたいな。うん。いて。いやー、単純にウーピーを切っています。いて。これ並べるんですか？これはね、今度はね、ちょっと6、7、8が見えるんで、今度は。いろんな角度から物事見なきゃいけませんね。これ6、7、8が、まあこれ、まあウーピン切ってて、まあスーピンは受け入れられるんで、まあチーピンだからそんなロスがないと思って切ってるだけですね。うんうん、なので、まあこれでウーピンを持ってればそんなに大差ないだろうって僕は思ってるんで、6ピンは残した、はい。で、今度はチーソーとかパス入ればね、単品3色とかまであるかもしれないんで、今度はこのレアンマンが入った時のウーマン、チーマンの伸び、ここで3メンツとか2メンツ、必要ないなって思ったんで、今度は E1 切ります。なるほど、うん、さあ、E1 でポンの声です。トイメンの親が仕掛けました。そしてダサンワン、113から仕掛けたんですね。うん、まだわかんないですね、薬杯とかトイトイとかね。トイメン、タイヤオはもうないですもんね。ないですね。出てる薬杯チェックします。出てる薬杯は一応チェックしたんですけど、一応全種類出てますね、薬杯は、うんうん、一応。でもあんこのケースがありますよね。白とあんこ、チューンのあんこ、トンのあんこ、はい、そのパターンだけですかね。ありますね。なんでまだわからない、うん、だから次薬杯持ってきても切りますね、はい。むしろ統一だったケースの方が少ないですよね。もうこの順目でもう出てるんで、一応そうですね。だからもしかしたらトイトイだったりとか、うんうん、薬杯持ってないケースもあります。で、チーソー引きました。はい、これはね、もう2差し、6、7、8のメンズもかなりくっきり見えたんで。見えましたね。なんで、まあこれはまだピンフになる、ただのピンフドライチとか、タガメピンフドライチになるかもしれないんで、もう2差しは今度は切ります。お、ここで。ってことは ?3 増切ります。はい。まあ、これは後でどうなるかですね。もしかしたらね、カンチンは入って、まあ3色とピンフを両方ってパーピン切るかもしれないし。うんうん、後発。まずは1枚っぽいですよね。うん、1枚っぽいですね。もしかしたら重ねにいってるかもしれないですね、トイトイで。ああ、なるほど。でもそしたら時間かかりますね。すごい。はい、これきましたね。チーピン入ったんで、まあこれは素直にね、パーピン、うん、これパーピンで、チーピンでさっき切ってるんで、まあトイトイもパーピンもちょっと当たりにくそうだなと思って、パーピン切る。大きくしたいってことなので、もう仕掛けはないってことですね。仕掛けはないです。うん、まあ、これはね、まだ3色にするかはちょっとわかんないですね。これパンだ。3層ポン。この時の3層はまだ1枚だったってことですか？そういうことですね。これで2フロ、E1 と3層のポンです。うん、ハツと3層で層図がしたら安いんで、もしかしたら3層とハツを浮かしてて、3層が重なってハツって言ったかもしれないですね。なるほど。てかまあそれ以外あんま考えられない気がしますね。かなりトイトイですか。うん。チーソーね。この親の通風路って、いつ頃完全にもうケアするんですか？いやー、もうケアはまだ僕はいけるかなって思ってるんですけど、うん、まあテンパってる可能性ありますけど、3ピン切りでしたね。あとドラが E ピンなんですけど、うん、まあ113でずっと持ってんのかみたいなところもちょっとありますよね。トイトイでね。ただ113で持ってるケースは、まあ薬杯があんこだったりしたときに、あー、なるほど、うん、でもそうなったときに、なんかあ、でもあるか。初先切って、3ピンが後回し。まあ一応ありますね。まあドラ打たなければとりあえず、この手なんで、まだとりあえず行こうかなと思って、で、チーソー2枚持ってて、トイトイには当たりにくい。はい。で、もしかしたら薬杯このチーソーとかもあるかもしれないですけど、うんうん、まあ自分の手でこれ、しかもそんなに通る牌いっぱい持ってるわけじゃないんで、確かに。そのままチーソー切ります。はい、つもぎり。なんでしょうね、トイトイか薬杯か。数ピンはつもぎり。最後の手出しは3ピンです。そうですね。まあ E1 ポンした時に打算ワンだったんで、はい、うん、まあもろトイトイではないですよね。ちょっとメンテの進行完了は抜け入れもになってたっていうんで、まあ薬杯あんこの薬杯の方が多いんじゃないかなって思ってますけど、うんうん、で三蔵が後重なりってことなんで、そうですよね、3蔵1枚プラリしててこの辺ぽいって言ってるんで、なんか3蔵にくっつきを求めてる感じにも見えるんで、なんかトイトイっぽく見え、今のところトイトイっぽくないかもなって思ってる。あ、少し違和感があるわけですね、うん、これ9ピン通ってますね、はい、安全な牌です。ちょっと違和感あります。
なるほど、三蔵入りトイトイモロトイトイだったらね、一枚入りのなんとか残すやろみたいな確かに象切りの数ワンってことは、ちょっともしかしたら薬杯あんこのドラドラとかもあるかも。薬杯あんこのドラドラだとテンパネですか。ななお高いですね。そうなので、ちょっと今トイトイじゃないかもって思った時に、うんうん、まあ薬杯あんこの2000点でもしかしたらトイトイ変化もあるかもしれないですよね、うんうん、6799とかなってて、こういう感じでローソチーソ重なったらトイトイとかにもあるかもしれないんで、これも現物なんで切りますけど、はい、ちょっとこれで自分の手はこれですけど、当たったら痛いっていうケースもあるんで、ちょっと考えつつ、例えば今3ワン数ワン通ってるんで、うんうん、はい、本当はピンクにするのもあるんですよね、ローワンパワーでもウッパーワン通ってないんで。そうですね。じゃあこれこっち切っちゃおうかなみたいな。67883色は残して、あ、さあ G1 出ました。ああ、これですね今ね、3色の方で両面を3ワン数ワンを払っていくっていう考えだと、あの G1 かなり欲しいですよね。欲しいです。でしかも今回はまあ、最初なくきなかったんですけど、はい、まあ、これ中盤ぐらいになってきて、うん、もうちょっと普通に上がって、しかも親もテンパってるかもしれないんで、ねえ、あの時とはもう話が変わりますもんね、うん、なので、まあ、安全にイーシャンテに取れる G1チ、はい、仕掛けました。でここで重要なのも下茶、一応これチーワントイトイで当たっても別におかしくない範囲なんで、一応押してきてますよね。そうですね。なので数ワンは通ってるけど3ワン通ってないんで、先に3ワンから切ります。あー、なるほど、うん、上茶のことも後のケアで思考が入るわけですね、うんうん、そうなんです。さあ、インシャンテンになりました。インシャンテンになりました。まあ、パーソーがあればね、役になりますね。あ、そう、場に1枚切れです。そうですね、まあ、これはね、まあ、どっちかってすごい上がりたい仕掛けではなくて、うん、この3ワンはね、4、ちょっと受けたようにも見えますね。うん、3層両層は場に1枚切れ、まあ、結構切りやすい範囲ではあります。3層はすべて見えています。うん、3層ポンしてなかったんでね、まあ、とりあえずね、数ワンから切ります。3層のチャンスなんですけど、他にも結構安全度が高い範囲なんで、あ、3方向ってことですね、うんうん、確かにそうですね。まあ、3増プラリか、あと223で持ってたケースですけど、うんうん、まあ、リャンゾーも1枚切れてるんで、223のケースもちょっと薄いなって思って、うん、確かに、うん、お、これはね、G1 切ってて、2-1切ってて、G1 切った後に3万2万手出したんで、まあ、リャン1のターツ残ってて粘ってたのをちょっと回ったって感じに僕は感じております、うん、それが正しいかはわからないですけど、でもスムーズに打っててなさそうですもんね、うん、ちょっと怖いですね。場に1枚、うん、両層は安全層ですが、うん、安全層ですね。トンって行きますか。安全、今はとりあえずトンよりも両層の方が安全層で、はい、まあ、トンで当たって7700って言われるのがすごい痛いので、まあ、相当確定のフッパ層、ん、確定のイースピンの3色ドライチのテンパ入って切るか切らないか今悩んでます。なんで今はもしかしたらね、トンも一応1枚切れなんでね、なんでリャンゾーがもしかしたら切ってにトンが通るかもしれないんで、うん、リャンゾー行きたいと思います。なるほど、ポンでした、ポンでした。めちゃくちゃ危なかったですね。リャンゾー泣かれましたね。そしてドラが出てきた、うんうん、トイトイでドラはなさそうと思っていいんですか。あれはドラはなさそうですね、さすがにドラの一品、ね、貫とかじゃなさそうですもんね、うん、アンコイから1枚切るのもね、役じゃあ何ってなりますもんね、うん、逆にね、これトンでね、これトンでシャンポンで当たるケースはあるんですけど、はい、短期で当たるケースはほぼないですね。なさそうですね、ドラ短期にしそうなんで、うんうん、ってことはトンを打った時の打点が読みやすくなりますね。はい、これチーソーね、自分の目から3枚見えてるんでチーソーもいきます、はい、これ夜会案この両目のケースがもうなくなったのでチーソーいきます、うん、やんぞポンされちゃったね。後から引いたんですかね。うん、3層だったりやんぞ、ちょっとこれわかんないね、うん、でも最初にちょっとねチートイツってかもしんないんで、2ニースだったのともなかなかったってケースもありますよね。まあでも E1 のポンの後に3層泣いてないんで、3層は後重なりなのわかりますね、うんうんうん、2はその時点ではもうスルーしてたかもしんないかもしれないですね、うん、いやなるほど、リャン1、いやー、うん、心配ですね。これで一応ねトイトイのあれとしては、はい、ただね、これリャンマンって
E1 ポンした時打3ワンだったんで、あの時にね持ってなさそうだと、E1 ポンして打3ワンで、で3増が後重なりだと考えると、まあでもトイトイの場合でも一応結構ねレアケースだと思うんですよ、うん、11223の E ペイコーのペン3ワンの形から E1 をポンしてるってことになるんで、うん、しかも結構つもぎりが多かったですよねその後、はい、そうなんですよね。ただあんまりアワンは結構当たりにくいかなと思ってるんですけど、まあ今回トンがねすでにちょっと厳しい範囲なんで1枚切れとはいえ、うん、なので今回はちょっとこうリャンモンもトンも2枚はきついってことで、あ、受けるんですかここで。受けようと思います。なのでまあ受けるというかとりあえず9層、うんうん、2枚入れで揃ってる数字の9層って回るってことですね。リャンマンかトンが1枚やった時にイースピンと、あ、ここで下茶からのリーチ、うん、1枚入りのチューン切ってきましたね。これもちょっと怖いって言って残してたんだと思うけど、はい、上がりが出た。なんと一発面単品一発いい抵抗高い上がりが決まりました。では皆さん手配を開けてください。トン当たりましたね。当たりでしたね。さあ今回も読みも含めてかなりいろいろ見えていた曲ですね。うん、まあでもちょっとねリャンゾーまあ、リャンゾーのところでやめる選択はあったんですよね、正直。それで今、ちょっと悩んでたわけですね、うん、リャンゾー顔が。まあ、もしかしたらリャンゾーでトイトイドラドラって当たってもいいおかしくないんで、まあ、ただね、まだテンパってるかまだわからないんで、まあ、しかもなんか、最初、メンツテートの天秤にかけてたっぽいですよね。なんで、まだリャンゾーぐらいは行こうかなって思ったんですけど、まあ、リャンゾーポンされて、結局、まあ、これ、リャンマン引いたのが良かったですね。まあでもこの順目だとパーソー引いてもトン行くかはちょっと怪しいところでしたけど、はい、中盤だとねパーソーでドラの E ピンとかも E スピンとかも結構上がりっていうよりは、うん、まあ、テンパイ目指してもう一回急走になった可能性はあります。うん、確かに、うん、結局リャンゾーもトンも危なかったけどさあこの後巻き返しなるかですね。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。